ク酒場。はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに、勝手に解説するといったチャンネルになっております。ということで音楽酒場、だらだらとですね、やっていこうと思いますけども、ラジオ放送ずっとやっておりますけども、ラジオ放送では1曲について、歌詞を中心とした、ものをですね、皆さんと共有して考察というか、楽しんでいただければなと思います。はい、ということで、もうね4月も終わりに差し掛かっておりますけども、緊急事態宣言が、発令されましてですね、この間も買い物しようと思ってね、ショッピングモール、東京のね行こうと思ったらですね、近所の行こうと思ったら、休業要請で、ね、休業しているっていうね、そういう状況でございまして、もうゴールデンウィークですからね、なんかね、で今週はまあ木曜日休みっていうのがありますから、もうちょっと気は楽なのかなと思うんですけどね、もうその次ゴールデンウィークですからね、もう全然ゴールデンウィーク感のないゴールデンウィークになってしまいましたけどもね、本当に休業要請だ、本当にね、20万、大型商業施設にも20万円の給付っていうのおかしいんじゃないかって、元大阪知事のあの橋本さんがテレビで、おっしゃっておりましたけども、ちょっと混沌としたご時世が続く中で、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。やっぱどっかしら影響される部分ってあると思うんですよね、直接関係なくてもね、直接別に飲食店経営してるとか医療従事者だとかそういうんじゃなくても、別に失業してなくてもやっぱどっかしらこう世間のムードっていうのが、精神的になんかちょっと侵食してきてね、ちょっと苦しいなっていうのをやっぱ感じる部分ってやっぱあると思うんですよね。まあそんな中でもですね、音楽というものに、別に音楽じゃなくても、文化ですよね、そういったものに、触れてみてですね、豊かな人生を送ってほしいなという願いを込めまして、僕はいつもこの、動画を作っているわけでございます。ということで今日も、素敵な楽曲を、ご紹介したいと思います。今日はですね、松田聖子さんの瞳はダイヤモンド、こちらを紹介したいと思います。本当に素晴らしい楽曲で僕も大好きな楽曲ですので、ぜひ皆さんもね、いろんな歌詞の考えしてると思いますけども、一緒に共有というか一緒に考えていければなと思います。それではですね、今夜も、音楽酒場でダラダラと、お過ごしてくださいということで、よろしくお願いします。大勢秋葉の音楽酒場。はい、ということで今日ご紹介する楽曲は松田聖子さんの瞳はダイヤモンドという歌でございます。これはですね1983年にリリースされた、青いフォトグラフと、一緒の、シングルでございます。松田聖子さんの15枚目のシングルということでですね、松田聖子さんは、結構な、この段階では割ともう有名というかね、キャリアを積んでるわけなんですね。やっぱり松田聖子さんといえばですね、例えば青い珊瑚礁であったりとか、風は秋色とか、例えば白いパラソルとか、本当いろんな名曲ありますけれども、やっぱりですね、比較対象として中森明菜さんがいると思うんですよ。で中森明菜さんと決定的にやっぱ違うのっていうのは、その要はキャラ設定というかね、音楽性というか歌詞の世界観がやっぱ全然違うと、やっぱりそのさっき言った青い珊瑚礁などに代表される松田聖子さんの楽曲っていうのは非常にこうアイドルらしいというかね、女性のアイドルの、可愛らしさというかエネルギッシュな部分というかね、そういったところを、切り取った、楽曲が、松田聖子さんの、一つの、魅力というかね、もう本当にザ・アイドルとしての、位置づけだったと思います。ただ、このね、瞳はダイヤモンドっていうのは、一応ですね、松田聖子さんの中では初めての、本格的な失恋ソングということで、ちょっとですね、松田聖子さんの今までのこういったエネルギッシュな音楽性というものとは、ちょっとですね、色が違ってくるということなんですね。
ただ、まあ、あの本当に松田聖子さんのこの世界観っていうのは非常にこう可愛らしい女性っていう部分があるんですけども、この楽曲の中でも、ちょっと大人っぽい松田聖子さんも見れるし、今までのちょっと可愛らしくて守ってあげたい存在の松田聖子さんという、顔も見れるというね、両方楽しめるという、曲になってるのかなと思います。で僕的にはやっぱり、まあ、これもね、松本隆さん作詞になっていてですね、松本隆さんの作詞が非常に面白い。やっぱ松田聖子さんといえば松本隆さんという、イメージが強い方結構多いかもしれないですけどね、そして、作曲ユーミン、松任谷由実さんですね、まあこのまあ、松任谷由実さんの、まあ、イメージも強いかと思いますけども、で編曲が松任谷正隆さんでございます。非常にこの歌詞、まあ、失恋ソングで瞳はダイヤモンドっていうこのタイトルが後々ねどういう意味なのかっていうのが分かってくるような、非常にこの歌詞がやっぱりねなんといっても面白いんです。一回僕松田聖子さん のファンミーティングっていうものにね参加したことがあるんですよ。そこでね、この楽曲をね松田聖子さんが取り上げてね語ってたんですけども、歌詞の中のね、雨の矢たちを見上げながら潤んだ瞳はダイヤモンドっていうここがすごくいいんだみたいなねお話をされていて、ね、こう雨に紛れて、瞳を濡らしているっていうねそういう部分がいいんだってお話をされてましたけども、まさに僕もねそういうところがやっぱりこの楽曲の魅力、歌詞がやっぱり魅力なんですね。瞳はダイヤモンドっていうね、この歌詞がとにかくいいと思いますので、この後皆さんと一緒に、歌詞をね、共有していこうよと思いますので、皆さんもね、ぜひ考えていただければと思います。歌詞の解釈はあくまで僕の個人の意見でございますので、人それぞれあると思いますけども、僕の意見だということでご了承いただければなと思います。それでは歌詞いこうと思います。大勢秋葉の音楽酒場。はい、ということでですね、歌詞の方行こうと思いますけども、まずはですね、いきなり、イントロなしでですね、愛してたって言わないでというね、そこから始まるんですね。非常にね、意味深なところから始まるんですね。愛してたって言わないでっていうね、非常にこれ悲しい、暗い、まあ本当いろんな意見がありますけども、なんか物語がね、悲しい物語が始まるような、そういった感じから始まるわけですね。そして、イントロが鳴って一番の歌詞に行くわけでございます。最初の歌詞ですね。映画色の街、美しい日々がキレキレに映る。いつ過去形に変わったの？あなたの傘から飛び出したシグナル、背中に感じた追いかけてくれる優しさもないという、歌詞でございます。映画色の街って、いやなんかすごくこのね表現が松本隆さんやっぱ尊敬するのはもうド頭のこの映画色の街、美しい日々がキレキレに映るってなんかすごいロマンチックですよね。映画色の街、ちょっとなんていうのかな、フィルムのねなんかセピア色の街みたいなね、まあ、いろんな想像できると思いますけども、まあ、あくまでこれはね、美しい日々っていうのは多分こう今まで彼との思い出とかだと思うんですけども、それがこうまるで映画のフィルムのようにね、まあ思い出として美しいものとして、映画のような、状態でちょっと思い出される、キレキレに映るっていうのもちょこちょこいろんなことを思い出すってことですよね。でいつ過去形に変わったのっていうね、これいつ過去形に変わったのっていうね、この言葉もいいですよね。いつその二人の思い出は過去になったのっていうことではなくて、いつ過去形に変わったのっていう、その分子構文を用いてくる、そして、ま、あなたの傘から飛び出したシグナル、背中に感じた追いかけてくれる優しさもない、これもですね非常に意味深ですよね。あなたの傘から飛び出したシグナル、まあ、雨が降っていて、お別れしようということで、どういうシグナルなんでしょうね、手を振るシグナルなんでしょうか、背中に感じたんですね。で追いかけてくれる優しさもない、もう終わりだからちょっと待ってくれよって、ちょっと待てよっていう、待てよがなかったわけですからね。で優しさもない、はい、そして続いての歌詞ですね、ああ泣かないでメモリーズ、幾千粒の雨の矢たち見上げながら、
潤んだ瞳はダイヤモンドというこれサビですね、非常にいいサビなんです。メロディーもね美しいんですね、松任谷さんのね、で、ああ泣かないでメモリーズっていうのもまあまあ思い出たちが映画色になっていつか過去形になってしまったんですね、その思い出たちっていうのが。そしてあなたと別れてもう追いかけてもくれないあなたとのお別れがな始まってですね、そしたら思い出たちっていうものが徐々にこうね悲しくなってくるわけですね。だからああ泣かないでメモリーズと幾千粒の雨の矢たち見上げながら潤んだ瞳はダイヤモンド、ここが非常にすごい、情景描写がすごくくっきりしている。もう失恋した女性が、空を見上げてるんですね。そして、雨が降ってますから、いろんな、ね、大きさの雨がバーって降ってて、でそして、雨のせいなのか自分の涙のせいなのかわからないけども瞳が潤んでるんですね、だから雨のと、まあ、その涙が混ざってる状態で瞳が潤んでるわけですね、それがダイヤモンドって言ってるんですね。でこのダイヤモンドっていうのは非常にこうね美しいものの象徴として言われる言葉でございますから、なんて言うんだろうな、泣いていて悲しいっていう状況にダイヤモンドっていうのはなかなかそぐわないというかね、全く違うものですよね。美しいものではないはずなんですよ、悲しいからね。悲しくて泣いてるのにダイヤモンドなのかっていうところなんですけども、やっぱりそれなりに、これ彼との思い出とか、いろんなことがこう混ざった上でこのね涙というものをダイヤモンドといういい言葉で表現してるっていうのが、非常に魅力的な楽曲ですよね、はい。そして続いて2番の歌詞です、ございます、悲しい噂も、笑い飛ばしたの、あなたに限って裏切ることはないわって、でもあなたの目を覗き込んだ時黒い雨雲が2人の青空消すのが見えたいうことでございます。これ信じきっていたんでしょうね、彼のことを。悲しい噂もなんか彼ってねみたいなね、彼ってこういうことあるらしいよとか、この間こういうこと一緒に歩いていったらしいよみたいな、そういう噂をね多分、いろんな人から聞いていると。ただいや彼ほどね、彼に限ってね私のことを裏切ることはないわとね、だから信じてたんでしょうね、愛は盲目なんて言いますから、まあ、とにかく信じてた彼は、彼に限ってそんなことはないと、そしたらね、あなたの目を覗き込んだ時ふと別れ際ですね、黒い雨雲がね二人の青空消すのが見えた、それは本当だったのかっていうかね、彼は、彼のことを信じてたけども、その彼も信じれなくなってしまった、今まで、嘘だと思ってたことが本当だった、この表現がまた面白いですね。黒い雨雲が二人の青空消すのが見えた、今まで青空だったけども、雨雲に変わってしまったんでしょうね、この表現がすごく好きです。続いて、サビですね。ああ揺れないでメモリーズ、時の流れが傷つけても傷つかない心は小さなダイヤモンドと、いうことでございます、揺れないでメモリーズ、まあそのね、さっきの泣かないでメモリーズと同じだと思いますけど、時の流れが傷つけても傷つかない心は小さなダイヤモンド、ここがすごく面白い歌詞ですよね、時の流れっていうかその彼との、あの思い出っていうものが、ね、その自分の心を傷つけても、ただあの自分自身はまだ折れてないんだと、そのいろんな彼との思い出が悲しみを帯びてきたとしても、まだ完全に傷ついてないっていう、私の心っていうのはまだ強いよという、なんていうのかな、ダイヤモンドってすごく硬いしね強いっていうものの象徴でも逆にあるので、そういうそのダイヤモンドの強さっていう部分、がその主人公の女性とまた重なっているってことですね。それが非常に魅力的なので、こう美しいダイヤモンドが涙としてさっき描かれていたのと同時に、2番ではそのダイヤモンドの、その強さというものが主人公の女性の強さにまた表現されているってことですね、だから私はもっとね、大丈夫と、こんなことになったとしても私はこれから一人で生きていくわっていう女性の覚悟ですね。全くこれまでのやっぱ松田聖子さんのね、なんかね曲と違いますよね、南の風に乗って走るわなんて言ってた松田聖子さんとはまた違う大人の世界観ですね。そして、ああ泣かないでメモリーズ、私はもっと強いはずよ、でも溢れて止まらぬ涙はダイヤモンド、最後ね涙はダイヤモンドっていう風に言ってますけども、だからここで出てくるダイヤモンドっていうのは2つあるわけですね。涙って女性の本当にね美しい涙、女性の女性らしく悲しくて傷ついてしまう女性の女性らしい涙が美しいダイヤモンド、そしてもう一つが傷つかない心、女性の強さというものがダイヤモンドっていうことですね。なので非常に面白い歌詞かなと思いました。
1, 2, 3, 4 映画色の街、美しい日々が綺麗綺麗に映る、いつか固形に下シグナル背中に感じた、追いかけてくれる優しさもない、ああ泣かないでメモリーズ、幾千粒の雨の矢たち見上げながら、潤んだ瞳はダイヤモンド。大瀬秋葉の音楽酒場。はい、ということでいかがでしたでしょうか。瞳はダイヤモンドでございます。本当にね、名曲でございます。あのね、星の王子様という、物語がありますけども、あれもですね、あのね、その彼と一緒にいた時間というか、一緒に過ごした時間というものこそに価値があるんだというお話でございますけども、ここでもやっぱり彼と一緒にいた思い出というものがすごく価値観として輝いているんだけども、やっぱりそれらがやっぱ失恋によって終わってしまうと、非常にね、もうあの美しい涙を流すぐらい悲しくなってしまうという女性の主人公、ただその思い出というものだけで、縛られて負けてしまうというのもこれはまた違うと。だからその失恋というもののね、複雑な心境というものをね、捉えてる歌詞かなと思います。やっぱり松本さんの歌詞はやっぱ面白い。やっぱ意味が後付けでこうやって考察できるっていうところが非常に面白いのが松本さんの歌詞なのかなと思います。ぜひ皆さんも、聞いてみてください。この音楽酒場ではですね、この聴き終わった後に、実際に音楽を聴いてもらいたいという願いを込めておりますので、ぜひ聴いてみてください。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。